塾と差が出たりします。めちゃ出ます。任せられそうだなって子供から思われたりする、だよね。見分け方はどうすればいいかなんだけど、皆さんこんにちは、教育会社の平田と申します。マネージャーです。塾講師の人にもうちょっとこういうスキルがあったらいいのにみたいなことってありますか？特に僕がやっぱ大学受験科っていう部署にいた時ですね、いた時にやっぱよく思ったのは、大学受験の指導されてるわけじゃん。で、大学受験の後って結局大学入って就活じゃん。もう今って3年生の6月からインターンが始まるんですよ。そっからもう就職活動事実上開始してるわけですね。中学校3年生の6月、高校3年生の6月、大学3年生の6月って、何かのイベントがあって、それがピークになっていくところじゃん。まさに始まるタイミングじゃん。いわゆる中学生高校生は夏期講習でしょ、で大学3年生はインターンなんじゃん。そこの ところまで考えてない人が多いなってのはすげえ思ってて、例えば何学部に行きたいのとか、将来何したいのとかって聞くことができるんだけど、例えば宇宙の何かに携わりたいですと言ったら、まあじゃあ学力的にじゃあまあ法政かなとかで、名古屋だったら、まあ、名古屋大学にね、考古学科があるんで、じゃあそこかなとか目指そうかなとかって話になってくるんだけど、でその後そこに行ってどこに就職できるのみたいなところまで、ここの接続部分が全く分かってないんですよ。どういうところに就職できるよっていうところまでアドバイスができるといいねっていうことです。そう、できるといいねと思ってる。工学部とかさ、理学部とかさ、法学部とかさ、文学部とか契約部みたいなさ、ざっくりすぎたね。いけるとこいっぱいあるのよ、逆に言うと会社って。で結局君はどこに就職したいんだみたいな話になってくるじゃんか。その時にいや分かんないっすねで答えるパターンだったけど、逆に答えるパターンだけなんですよ。例えば神奈川とかで指導してると、日産行きたいとか、ソニーの工場が厚木にあるんで、ソニーとかがとか言い出す子いるんですよ、やっぱり。その時にソニーとかってどっちかっていうと学部学科よりも学歴重視なんですよ。ってなると、君が今やなきゃいけないのはまず変な人を上げることがない話になるんだけど、日産とかだとそんなに言うほど学歴大好きって感じでもないから、違うんだよね、少しね、指導の方法が変わってくるんですよ。逆に銀行行きたいとか、証券扱ってみたいとかって言われたら、いやもうこれはもう完全に早計以上だよねってなってくるし、特に銀行どこ行きたいのって言った時に、大体3大メガバンクのどっかいるわけですよで、そもそもなんでみずほ銀行なのって聞くと、いや実は父親がとかね、母親がとか、ああそのパターンねってなるじゃないか。でその時に銀行で出世街道バーって走るためには早期以上必要なんですよ。実際には変なし50ぐらいの大学でも入れるんですよ。入るんだけど、出世街道行くためには早期いるんで絶対に。そうするとどっちなの、逆にすれば入るのが目的なのか、出世街道まっしぐら行くのかどっちなのか確認じゃないですか。でその時にまああんまりこれちょっとね、ナイブなんで、僕みたいなタイプじゃないと聞けないかもしれないんだけど、ごめん、お父さんさ、みずほ銀行何やってんの？って聞くじゃん。支店長やってます。あ、出世街道真っ白だね、みたいな。お父さん、早計以上でしょ？って聞くと、そうです。まさに帰ってくるんだよね。じゃあ、君は早計が絶対に、そのお父さんと同じ街道はたどれないから、学部学科とかは、とりあえず一旦置いといて、早計に入る変な人作ろう。ってとこから話になってきてです。っていう指導まで、僕はやってた。まあ、そういうところまで指導できると結構他の塾と差が出たりします。めちゃ出ます。満足度が上がる、で退塾しなくしにくくなる、これももちろんメリットなんだけど、問い合わせがありました、初めて面談しました、1時間面談しましたと、その話ができると、この先生英語の先生だけど他にもめちゃくちゃ知ってるじゃんってなって、なんか任せられそうだなって子供から思われたりするだよね。まあ保護者もね、保護者も思ったりするんだよね。はい、でもお母さんから、じゃあ本人が銀行行きたいって言うんですけど、結局早計なんですかって、はい早計です、早計所に行ってください、自信満々に言う。で早計に入れる最短ルートを探しましょう、じゃあ口座はこれとこれとこれどうですか、じゃあこれでって、もう決まっちゃうんだよね、それで。で、まあ、そこまで深い話ができる塾とすごく浅い話しかできない塾って比べたらね、結構この深い話が聞けた塾にこう行きがちですよね、お客としては。そうです、生徒に諦めさせたパターンもありますね。昔ね、電通がさ、不合格者を集めてビルの上からそのなんか箱の下に地面に箱置いて、そこに自分の履歴書かなんかを投げて入ったら合格にしてるみたいな、そういう
運を持ったやつを引き入れるみたいな謎のね試験があったんですよ。で世間が大バッシング浴びてなしになったんだけど、結局まあなんかそういうのもあって、なんか広告代理店とかに今日ちょっと興味持ったりとかして電通に行きたいっていうような人がいたんだよね。で電通ってそもそもさ、受かり方が2種類あるんだけど知ってるって言うと、いや知りませんって、なんか早慶とかは結構いけるって聞きました、うん、それは合ってる、それは合ってるんだけどみたいな。ね、電通にはコネ枠と一般枠ってのがあって、コネ枠ってのはお父さんとかが経営してる会社が大きな会社で、そもそも電通にあなたを入れることによって広告を電通に持ってきてくれる、いわゆる入社させたら売り上げになるパターンの人ってのは全然ノルマが厳しくないのね。で自分のところのお父さんがお金出してくれて電通にお金払ってくれるんだから、君そんなに営業しなくてもノルマ達成できるでしょ。だからそういうねコネ枠があるんですよ。問題は次一般枠、その何億っていう金を簡単に言うと営業してこなきゃいけないんだけど、どうって言うと、そんなのあるんですね、じゃあ博報はどうですか、同じですみたいな、あるんですよ。そういう話とかを僕はめちゃくちゃできるタイプだったから、学部学科もそうなんだけど、その先にある会社をどこにするかまでがっちりではないけどふわっとなんとなく決めてるみたいなのはあったかなってのを思いますね。で実際に以前連絡くれた子とかにやっぱ話聞くと、木野先生が高校3年生の時にあの指導してくれたあの電通の話だったじゃないですかみたいな、その時のあの話がめっちゃ生きて、広報代理店なんだけど違うとこやみたいな、こう報告とかもらうことあるんで、僕はね塾講師のねそういうその大学への知識とか高校への知識とか中学受験の知識とかはすげえすごいなと思うんだけど、その先に何があってあるのかみたいなところまで知らない人多いなと思ってて、そういうところを磨けばいいのにな思ってます。で磨き方はどうすればいいかなんだけど、これめちゃめちゃ簡単で、今でオープンワークっていうねサイトあるんですよ。次1000円でその辞めたい人いる人たちの年収とかどういう仕事体験なのかとか見れるんですよ全部。僕次1000円払って見てましたもん、ずっと、有名企業、それ僕大学生の時から見てました。ああ。はい、就職活動するときに使えるんだ。転職会議は少し愚痴が多くって、オープンワークは結構その意識高い人たちがバッて書いてることが多いから、本当良くない話なんだけど前向きな話とかあるんですよ。月に残業は200時間あるんだけど、それによって何が起きたかみたいないいことが書いてあったりとかして、オープンワークはそういうのが多いんですよ。だから月1000円払ってそれ見て、ああこういう会社はこういう風なんだなみたいな、たまに学歴のことが書いてあって、東大京大社いませんみたいな、はい、東大京大総計社いませんみたいなね書いてあるんですよ。でその人だけじゃなくて他のコメントを見ていくと、旧大総計しか出席できないなみたいなことが分かったりするんで、僕はオープンワークに月1000円払って見続けてました、ずっと。ランキングで上がってきたりした、まあ、いわゆるメガベンチャーみたいな、まあ、メルカリとか、ね、そういうところとかもチェックして、その指導とかに立ってましたね。月1000円でそれだけ知識が得られるならいいかもしれないです、ね、そう、この月1000円がもったいないって思う人はちょっとどうなのかなと思うけど、まあ、今はいくらか分かんないけど1000円です今も1000円だそうなので、よかったらチェックしてみてください。はい、僕なんか登録しっぱなしだもんしれないしだって見れるの、うん、面白いじゃんまあそれを面白いと思えるかどうかもちょっとね、そのタイプによるけど、不祥事があった後のさのさ大会見てるとさ面白いわけですよ。なるほど、ね、そう、うん、まあちょっとごめんなさい、結論結構先延ばしにしたんですけど、まあ、オープンワーク見て知識つけるってのは僕結構ありかなと思いますね。まあちょっとどこまで踏み込むかっていうのは、その先生のキャラもあると思うし、ナイーブなところだしセンシブなところなんで、どこまで踏み込むかっていうのは自分で決めてください。僕は結構踏み込むタイプだけど、僕はその後処理までできるタイプだったから踏み込んでも大丈夫というか、そういう自信があったから踏み込んだみたいなところあるんで、そういうところを強化していただけると、特に大学受験の担当してる方はそういうところを話すとねめちゃめちゃ受けるから、高校生に特に3年生をやってみてもいいんじゃないかなと思います。まあ、結果的にそれが入塾者が上がって退塾者が減るっていうところになれば、結局自分が出世できてその知識をきちんとスタッフに伝えていくってなれば、いい組織、大きな組織としてその大学受験の先を見据えたね組織になっていくと思うんで、僕はこれは推奨かなっていうふうに思ってます。はい、オープンマークがいいかなと思いますね。これオープンマーク案件じゃないですかねでは参考になりました方、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。